大きくて立派なスイカが店頭に並ぶ時期になりました。しかしスイカを食べようと切ってみたら、なんだか甘いカットと甘くないカットがあるし、種も多くて食べにくいということはありませんか？ところが甘さ均等、種も取り出しやすくなるというカットのコツがあるそうです。スイカは全体に水分が大量に含まれますが、特に中心部に大量の水分を蓄えています。それと同時に中心部は糖分も蓄える場所なので特に甘いです。そのためカットする際には中心部を全部のカットに均等に配分すること、つまり中心から放射状に切ることが味のばらつきを防ぐコツです。では種はどのようにカットすれば取りやすくなるのでしょうか。スイカを横半分に切ってみると、中心から3本、放射状に渦を巻くように走っている繊維のようなものが見えます。この線が維管束です。スイカの種は全体に均等にばらついているのではなく、維管束の周りに集まっています。維管束の周辺ギリギリで切ると断面に種が集中し、多くの種が見えて簡単に取り出すことができます。逆にお子さんなどのために種が少ないカットを作りたいときには、維管束周辺を外して切ればあまり種のないカットができて、種を取る手間が大幅に省けます。そして維管束を確認しながら放射状に切っていけば甘さも均等になります。この夏、スイカを上手にカットして美味しく味わってみませんか。